久住晴彦くん、お元気ですか？ママ、こっちだよ、早く。きっと毎日忙しくしているんでしょうね。僕は相変わらずです。そういえばこの間、君と偶然出会ったあの日のことを思い出しました。大丈夫ですか？あの奇跡の瞬間を。変なこと聞くけど、君漢字って得意？え、漢字？そう、僕ポルノ作家なんだよ。先生、こんなに燃えているの。かっことじ。出会って代筆する日々の中、君って正直だよね。そういうとこ好きだよ。え、空っぽだった僕の心が少しずつ満たされて。ねえ、それだけ？だけど忘れてよ全部。僕には君を受け入れるだけの器がなくて。仲いいんですね、お二人。僕が金に困ってた時、初めてこの仕事を紹介してくれたのが木戸君。だから僕の恩人なんだ。だよね。まあ、君をたくさん傷つけました。好きなんです、木島さん。君は常に僕にまっすぐで、好き？それって僕とセックスしたいってこと？嘘つきの僕はそんな君に答えられそうもなくて。君の前からいなくなりました。そして2年半経った春、先生、僕たちは再会。いや、いつも君からの手紙が楽しみで何度も読み返してる。君の文字が好きなんだ。でもびっくりだわ、お兄ちゃんにこんな若い友達がいるなんて。何つながりなわけ？え？ただいま。おかえり。遠路はるばる何度も君は来てくれて。いろいろと訳がありまして。僕は嬉しかった。君のおかげで頭がすっきりしたのか、最近いろんなことが安定している気がします。夏休みは取れそうですか？夏も終わり、涼しくなる頃、もしよかったら。
せないだろ、こんな手紙。新幹線何時？あ、7時過ぎです。間に合うね。はい。リオさん、いつもこっちで会ってばっかりだから、今度東京で会いませんか？クラブ？それが、いや、たまに先輩に付き合わされる店で、こういう高い店って疲れるだけで面白くないんですけど。なるほど、セクキャバね。あ、ちょっと行ったことないんだけどな。どんなことするの？教えてよ。いや、どうするの？いや、その、ソファーに座ってて、女性が乗っかってきてですね。上を脱いでる。それから？その、なんていうか、胸をこう。下は触れるの？キスはどこまでできるの？やめません、この話。前から言おうと思ってたんだけどさ。はい。いいんだよ、別に君がどこにいようと、誰と何して遊ぼうと。俺は嫌ですよ。
現に何もしてないし。次誘われたら断りますから。僕も君くらいの年齢の時は遊びまくってたよ。だから我慢させるのも変な話かなって。俺はそんなことしませんってば。なんかチンプでダサいな、こういうの。ダサくていいじゃないですか。そうかい。俺は、俺がリオさんにされたら嫌なことはしません。もっと気楽に考えてもいいんじゃない。いや、ちょっとなんだよ。真面目なお付き合いって大変だね。あれはどういう話の流れだったか。先生、こうやって書いているといつも思うことがあるんです。何を。幸せな人間に文学はいらないって。満ち足りた人間に、寂しさを知らない人間に、文学や芸術は必要ありませんよ。ああ、確かにそうかもしれねえな。その後先生が何て答えたか思い出せないんだ。パパ、うん、いいじゃん、いいよ、やだよ。いいじゃん、ね、もうすぐ来るから。やったー。ちょっと、兄ちゃん。やったー。来てないよ、まだ。ママと後ろ座って。なんだ。いい子にしてたらアイス買ってもらえるから。やったー。満ち足りた人間に、寂しさを知らない人間に、文学や芸術は必要ありませんよ。そうかもしれねえな。
お兄ちゃん、なんだ、おい、おい、これも可愛いね。本当ね。あ、これいいですね。どこ行ってたの？別に。来てくれるって言ったじゃん。来てくれるって言ったよね。まあまあ、お兄さんも忙しかったんだろうしさ。急に消えるとかありえないでしょ。探し回って出発遅れて渋滞にハマっちゃうし、ミユなんかずっとリーちゃんまだっつってたんだよ。もういいだろう。なんで来なかったの？答えなさいよ。なんとなく。そんな答えになってないわよバカ。ちょっと、子供の前でバカはないでしょ。お母さんがいつもお兄ちゃんに甘いんだよ。だからこうなんだよ。ずっとそうだった。全部家のこと私に押し付けて。お父さんの時だってそう。嬉しかったのに。めいっ子の夏休みに付き合ってくれる興味とか優しさとかあるんだって思ったのに。もういい。ちょっと、夏希。え、ゆりちゃん、お風呂入ろっか。うん。ね。はい、行潮時なのかな。
まあお前の頭はマシだけどな。バカにしないでよ。今日こそ金返すって言ったでしょ。だから今日一日お前に付き合ってやっただろうがよ。それで全部チャラだ。やっぱ頭おかしいんじゃない。こんなのね、利子にもなりゃしないのよ。いい気になんなよ、このやりまんがよ。私が何まんでもね、貸した金額が変わってんだよ。なんだこいつ、お前ほんとめんどくせえ女だな。大丈夫？やっちゃったな。うるせえよ。やだもう。おかけになります。はい、それではおかけになってお待ちください。全治2週間だそうです。捻挫と脱臼なので、しばらく動かさない方が良さそうです。でも左腕でまだ良かったわ。僕左利きなんです。やだ、困るじゃない。え、あなたお仕事は？一応作家を。書けないじゃない。ちょっと、ハルコうるさい。自分をどうしよう。母がご迷惑をおかけしたみたいで本当にすいませんでした。治療費ちゃんと払いますね。でも左腕怪我しちゃってお仕事できないの困っちゃうわよね。そうなの？息子さん？はい。君さ、漢字って得意？え？漢字。いえ、全然。スナックのママだったんですか。そう、母の代からね。お母さんの名前ですか、明美って。名字なのよ、明美は。スナックやるためにあるような家でしょ。確かに。私は明美春子、あっちは息子の静雄。よろしく。春子さんか。うん、どうかした？いや、名前が似ていたので。何よ、彼女？元カノとか？そんなようなところです。どっちにしろ先生の大切な人ってわけね。気になるな。先生はやめてください。作家なんでしょ。なら先生よ。どんなの書いてんの？まあ大人向けなやつかな。エッチなやつとか？簡単に言えば。嘘。意外。本名で？ペンネームとか、ね、教えてよ。いいですよ。え、ネットに載ってんの？すっごー、こんなに出してんの？
おあららららららら、ちょっとすごいの書いてんじゃない。欲しい。ねえ、私買う買うわ、買う買う。ねえねえ、サインちょうだい。ね、サインサイン、すごい。ねえ、シーズンのペンペンは、サインペンあると思うけど。ねえ、あとさ、なんだっけ、面白いの、しきしいしきしい。いつもあんな感じなの？まあ、大体。先生。ん？そういえば、なんでラブホなんかに一人でいたの？え？デリヘルよ。男が一人でラブホってそうでしょ？そうなの。祖父の遺産をめぐっていろいろと。叔父の鬼嫁が良くない輩を雇って毎日嫌がらせするんです。やだ。それでしばらく身を隠そうと。ラブホしかなかったのかよ。ねえ、それじゃあさ、気の済むまでうちにいればいいじゃない。え？ねえ静雄。いいんですか？うん、2階狭いけどさ、それでいいなら。それはとても助かります。じゃあ決まり。じゃあさ、もうちょっとだけ飲もう。ええ。決まり。トイレ。これでいい？うん。どこに置く？ここに。大丈夫。その変わった親子との出会いは。入ってもいい？どうぞ。なかなか面白いものだった。先生、何やってるの？次の作品の流れをちょっと。ダメです。つまんないの。
僕の立場はバスへのスナックに流れ着いた紐男といったところだ。先生、先生も歌おうよ。僕は結構です。カラオケはしない主義なんで。んだよおい、ノリ悪いな。ねえ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 、私と一緒にデュエットしない？デュエット？うん、いいね。うーん、やったってるおっさん、あることやって。え？あとあのスケベ親父が一番いいよね。あとあの奥のおっさんもと大須の人もあることやったことある。そうなんだ、すごい環境だね。先生は春子の新しい彼氏だと思われてるよ。春子さんがそれでいいならいいさ。でも先生はなんか違うよ。ん？そうならない気がする。そうか、多分そういうのなんとなくわかるんだ。忘れてるな。何だよ、寝るから。もしもし、木島です。あ、夏木さんですか？久住です。ああ、久住君、久しぶり。あの、リオさんいますか？え、そっちじゃないの？え、いないですよ。じゃあ今どこにいんのよ。何かあったんですか？1週間ぐらい前かな、私と喧嘩して出てったの。友人とこにいるって連絡があったから、てっきり久住君とこだと。ただいま。急に現れた父の後妻に浩平の心は揺れていた。
ちゃんおかえり。やだ、すっごい汗。暑いね。暑い暑い。あ、いいよ。あの夜のキミコの地帯が脳裏に焼き付いて離れなかった。求め合うユージとキミコがそこにいた。キミコの眼差しが公平をさらに興奮させた。あ、いやもう、いや、ああ、キミコの豊満なバストが疲れるたびに揺れる。ちょっと、追いつかないよ。ああ、ごめん。もう一回。キミコの豊満なバストが、何？お客さん？うち19時からしか開かないけど。あの、ちょっとお尋ねしたいことが。何？ここに木島理央さんって人がいるはずなんですが。あんた誰？俺は木島さんの、その、友人で。あ？あんた鬼嫁の息子でしょ。え、鬼嫁？帰って。え、帰って。よ、帰ってよ。見ていなさいよ。いや、ちょっと待ってください。ここにいるって聞いたんです。すいません、上がらせてもらいます。ちょっと、もみしだき。ちょっと
と待って、早急って何？早急って双子の双っていう字、おか。ちいちわかんない、難しすぎる。やっぱり無理かな。無理だよ。誰だ？ここ俺んちなんだけど。ちょっと、鬼嫁の息子、あんた不法侵入で消す。あれ？リオさん、なんでですか？なんで？この子に執筆手伝わせてるんですか？俺の時みたいに。どうして？今度は左手で、本当に利き腕だよ。知りませんよ！俺はがっかりしました。だってそれは俺とリオさんの大切な思い出だと思ってたのに。君に見られるとは思ってなかったんだ。見られなきゃ何やってもいいんですか？そうじゃない。じゃあ何ですか？この子は何なんですか？だから何でもないって。いいです。ちょ、おい、くずみくん待てって。くずみくん、くずみくん、くずみくん待てって。やめてください。ハルヒコ、話を聞いてほしい。誘ってんのに断るから何かあると思ってたのよ。何やってんだよ。なんか今日くたびれちゃったからお店休んじゃおうかな。好きなだけ血は喧嘩しなよ。ここ使っていいからさ。先生もね、先生行こう。大丈夫？いいから。だって大丈夫。何がですか？君との思い出を気安く別の子と再現したりして、あと僕から連絡せず悪かった。でも僕手紙は書こうとしたんだよ。いい加減電話かメールをくださいよ。リオさん、
自信がないんだ。君がなんで僕のような未来のない男といたがるのか理解できない。自分本位で考えるのやめてくれません？それに君はご両親にとても大切に育てられた一人息子なんだし、そういうことだよ。とにかく俺に信頼がないのは分かりました。でリオさんはどうなんですか？何が？俺が必要じゃないんですか？いてもいなくてもどっちでもいいものなんですか？東京に戻ってくればいいのに。こんな中途半端に家出するくらいなら。それでうまくいかなかったら？また全部やり直すエネルギーが僕にあるかわからない。俺を信じてとしか言えません。僕は自分が信じられない。終わりなんですか？私の記憶がよみがえる。苦手なんだよね、こういうシチュエーション。夜の病院なんてさ、人生なんて似たような出来事の繰り返しかもしれない。病や死は特別な経験のような気がするけれども、その実冷たいくらいにありふれている。
痛み止め打ってもらって今は落ち着いてる。そうか。で、しばらく入院することになった。あんま心配しないで。今までもやったことあるから。いや、なんか これお願いします。実習券ですね。あの子よ、ほら、院長先生の。ああ、だから先生今日機嫌悪かったんだ。昔からお世話になってたんだ、この病院。春子、ここの院長先生の愛人だから。マジか。陰であれこれ言われてんだろうけど、院長先生がいろいろ融通してくれるから楽なんだ。プライドとかねえのって話だけど。店のカレーしかなくて。全然美味しかったよ。ちょっとコンビニ行ってくる。なんか欲しいもある？大丈夫。分かった。リオさん、ちょっといいですか？何？明日なんですけど、春子さんのお見舞いに行ったら二人でどっか行きませんか？静雄君も大丈夫って言ってたし。待って、君何？鬼なの？静雄君の不安そうな顔見ただろ。ちょっとデリカシーに欠けるんじゃない？僕はとてものんびり二人でどっかに行こうなんて気にはなれないね。俺が俺がどんだけ必死に連休もぎ取ったか分かります？ほぼ根回して頼み込んでなんとか取れた休みだったんですよ。それは悪かったね。お忙しいのに僕なんかのために貴重な休日を使っていただいて。そんな言い方ないでしょ！じゃあなんて言って欲しかったんだよ！君、なんか思ったより強力なやつだな。知りませんよね。自分から連絡してこないし、俺のことなんか全然分かってないでしょ。強力な俺はもうキャパなんかとっくにいっぱいいっぱいなんですよ。
それとも俺よりあいつの方がいいんですか。ごめん、言い過ぎた。辛そうだ。よく分かりました。こんなんじゃ先が思いやられますね。どうしたんすか。どうもしないよ。ちょっとどこ行くんすか。行ってもこんな時間にこの辺何もないっすよ。戻りましょう。風邪ひきますから。ほら、
喧嘩したの俺たちのせいなんだ。違うよ、全然僕が悪かったんだ。追いかけなくていいの。春子さんのお見舞いが先だよ。まだちょっと気持ち悪いけどなんとかね。これからずっと絶食よ。もうやめなっちゃう。暇でしょうから。ポン持ってきましたよ。ありがとう。これ全部先生の本じゃない。わお、それ看護師が見たらドン引きしない。カバーはちょっと派手だけどね。撮ってみてください。割とシックなんです。外でも読めるよ。へえ、うまくできてるわね。読んどくわ、元気になりそう。よかった。あれ、くずみくんは？ん？どうかした？喧嘩して東京戻った。嘘、どうして？すぐに追っかけた方がいいよ。喧嘩したままでいるつもり？春子さん、こんな大変な状況だからいいです。は？最低、私を言い訳に使わないでよ。僕は誰か一人と特別な関係を結ぶのは向いてないんです。生活力もないのにプライドだけ高くて無駄に繊細で、あの子にはもっとふさわしい誰かがいますよ。
多分。あのさ、その多分っていう話いる？あの子はそういうあんたに会いに来たんじゃないの？わざわざ休みの日にはるばるあんたを探してさ、その気持ちはどうでもいいっていうの？くずみくん、きっと待ってるわよ。どうかな、追い返されるかもしれません。そしたら帰ってくればいいじゃない。僕はあなたほどタフじゃないんです。大切なものがあるのは怖いんです。わかるよ、それ。大人ならみんな知ってるわ。プラスはマイナスの可能性だって。だからって、手に入れるのをやめるなんて、そんな人生、真っ白な預金通帳みたいなもんじゃない。それに何の意味があるっていうの？先生？タフじゃないわ。タフになるのよ。大切な人がいるなら。先生。うん？実は春子、癌なんです。え？癌。まあ、で言っても一応治ってはいるんですけど、3年前に手術受けて、今のところは再発もないし。でもだからだよ、春子があんなこと言ったの。春子はきっと先生に後悔してほしくないんだと思う。静夫君。はい。悪いけどこのまま駅に向かってくれる？電車出ちゃう。ありがとう。
先生。頑張れよ。次中村君とだよな。あ、中村さんと。はい。池田さん、一番にお電話です。おう、サンキュー。お電話変わりました、木戸です。木島。木戸。久しぶり。あ。なんだよ、その腕。また大学生に聞かれたのか？これは捻挫。久住君に電話しろって。僕の電話には出ないみたいだから。それだけのために俺を呼び出したのか？うん。お前らいい加減、本当俺を間に挟むのやめろよ。もしもし、久住君か。木戸さん、どうしたんですか。今言え。そうですけど。ちょっと待って。もしもし、久住君。え、どうして。今から30分後に家に行くから待ってて。え、いや、じゃあ、ちょっと。ありがとう。お前らちゃんと付き合ってんの。まあいろいろあるけど。なちょっと聞いていいか。何？俺もお前とそんな関係になる可能性ってあったのかな。ないよ。似た者同士だからな。ないだろ。だよな。そうだよ。そうだよな。あ、
じゃあここで。おう、気をつけてな。うん。くずみくん、ちゃんとキープしとけよ。有料物件なんだから。じゃあね。じゃあな。お前だけは俺を見捨てない。この先もし何もかもうまくいかなかったとしても、だから僕は割と広いね。お茶入れるんで適当に座ってください。この辺でこの広さだと家賃高いだろ。久住君も立派な社会人になったんだね。ちょっとは僕の気持ち分かりましたか？置いていかれる方の気持ち。どうぞ。本当にごめん。悪かった。全部謝るよ。ごめん。ちょっとやめてください。ごめん。僕は君と向き合うのが怖かったんだ。君の名前を呼ぶことすらためらってたし。でもこんな僕を君は必要としてくれるんだよね。それを信じたいと思った。僕が一番愛してる人だから。
もしこんな僕でも許してくれるならいつでもいいから連絡して。リオさん、本当にごめん。来てくれて嬉しいです。前から気になってたんですよね、なんで名前で呼んでくれないのか。普通に恥ずかしいだろ。切り替えるタイミングはつかめなかったんだ。はあ、はあ、ルヒコ。決まってるでしょ。実家行きましょう。連休の続き。え？いいでしょ。念のため。まあいいけど。どうしたの、その子。いや、ちょっと。え、せっかく東京行ってきたのに、んだよ、手ぶらかよ。土産ぐらい買ってこいよ。あ、えっと。冗談だよ。調べるとさ。はい。行くよ。
事でね、遠くに行ってたんだ。家出だよ。家出？お仕事で家出してたんだよ。そうなんだ。みゆ、こっち来てご飯食べな。はい。行こう。いいよ、出てってもいいけど、電話したら出てね。もう心配になるでしょう。お母さんいつもお兄ちゃんに甘いんだから。あら、そう。でもうちの遺産はなっちゃんに多めに相続させるつもりよ。母さん。あ、いいじゃない。ねえ、くずみさん。まあ勘弁してくれよ、くずみくんの前で。お前何切れてんの。さあ、ほらほら、冷めないでしょ。そうそう、あの、食べて、美味しいから。今日はたくさん食べて。はい、お母さん、私にコップ。あ、これ飲みな、これ飲みな。はい、くれた。よし、おやすみなさい。やだな、実家。そうですか。すごくいい家族だと思いますよ。大事じゃないわけじゃないんだよ。分かってますよ。めんどくさい人間だと思ってるだろう。思ってます。どっちだよ。いいんです。こだわりがあったり繊細だったりひねくれてたり、俺のそういうところも、リオさんのそういうところも、僕は大事にしたいって思声出さない自信ある？壁薄いですよね。触るだけね。もう立ってるんだ。
校生みたいですね。そんな頃からしてたんだ。リオさんはどうなんですか？秘密だよ。痛くなかったですか？よかった。春彦。はい。君が好きだ。どうしていいかわからないくらい好きなんだ。知ってます。大丈夫ですよ。先生、こうやって書いてるといつも思うことがあるんです。何を？
幸せな人間に文学はいらないって。ほう、満ち足りた人間に、寂しさを知らない人間に文学や芸術は必要ありませんよ。確かにそうかもしれねえな。だけどよ、月の満ち欠けみたいなもんじゃねえのか、幸せなんてよ。本質的に幸せな人間なんているのかねえ。寂しさもない人生なんてあるのかい？まだ眠いって。もう少し寝かしとこっか。へえ。ママの洗濯も手伝って。はい。マミ、朝顔の花いっぱい咲いた。お水あげよっか。うん。ほら、ここも咲いたよ。泉春彦くん、お元気ですか？春の訪れの前に新刊が出来上がりましたので、一冊進呈します。君は買うと言ってましたが、貧乏な物書きが唯一できる贈り物なので、遠慮なく受け取ってください。余談ですが、近況など。先日、驚くべき出来事がありました。スナック明美を久しぶりに覗いたら、閉店の張り紙がしてあったのです。噂によると、静雄くんは好きな人と駆け落ちしてしまい、春子さんは宝くじに当たってインドへ行ったそうです。本当にびっくりさせられる親子です。
かくいう僕もそう遠くないうちにこの街を離れる気がしています。君と生きていきたいから。やめた。これはあってよ。ただ僕と踊ってほしくて。